ムアン・ラムパーン軍は、台北部のラムパーン県にある軍である。ラムパーン県の県庁所在地でもある。古い名前はケーラーン・ナコーン・ラムパーン。ラムパーンはタイ語と表記されるが、年代記などでは、ナコーン・ラムパーンと表記されることもある。日本語では、ランパーンとも表記される。名称の由来については、以下の伝承が伝わる。仏だがこの地域に伝道に来たとき、 住民のルワビトがパーンと呼ばれる植物や蜂蜜、ココヤシなどを記者し、ブーツだが、ここはいずれととなると予言した。そこで、このルワビトが記者したパーンの木の茎すなわち、ラムパーンにあやかり名をつけたとされる。地元のことわざに、ラムプーン人は高徳の人、チエンマイは美人、ラムパーンは時の人ということわざがあり、 それぞれの国の人の性格を表したものとされる。ラムパン人が地の人と呼ばれるのは、鉄道が遅延前、ラムプーンよりもラムパンに先につくため、流行を先取りする性格があるからと言われる。ワット・プラターとラムパン・ラムパーンは、ジナカーラ・ラマーリーによれば750年頃に、ハリプンチャイに即位したチャーマデビーの2番目の息子が建設したとされ、ハリプンチャイ王国において、 主要都市であったことが分かっている。一方、ラーンナ王朝によって1292年、ハリップンチャイ王国が崩壊すると、ラムパーンも衰退の一途をたどった。また、1386年、1515 15年には、アユタヤ王朝によって攻撃されている。その後、1558年以降のビルマも、同様に都市としての地位は低かったと考えられている。 1730年、ラムパーンでハンビルマの放棄が起こると、ティップチャックといわれる地元の漁師がこれを鎮圧。ティップチャックはラムパーンの国主に任命された。この後、ティップチャックの一族がラムパーンの国主を世襲。また、復興したラーンナー王朝の君主、カーウィラもティップチャックの孫であり、ジェットトン王家の出身地として、都市としての地位はにわかに高くなった。 ジェットトン王家によるラムパーン国主の世襲は1922年のラーチャブットまで続き、最後の国主ラーチャブットは、同年、主権を完全に中央政府に返還し、名実ともにラムパーンはラムパーン圏の軍の地位に収まった。湾川の形成した台地にあり、地域材などの材木が豊富である。交通は、市内にはラムパーン空港があり、国道1号線が 南北に国道11号線が東西に走っている。また、バンコク・チエンマイ間の鉄道も通っている。地域の主な産業は農業であるが、香りナイトを含んだ粘土などが産出されるため、市内には多くの陶磁器生産工場がある。また、地域材なども主な産物である。ラムパーン市内は19のタムボンに分かれ、その階に179の村が存在する。 また、四の自治体が存在し、以下のようになっている。なお、軍内には十一のタムボン養成隊が設置されている。以下は、市内のタムボンの一覧である。ありがとうございます。